はい、マノチです。よろしくお願いします。パズドラやっていこうぜ。まあ、大体ね、こう半年に1回ぐらい俺のパズドラ動画ってのアップされるから。で、今回はこのね、潜在玉ドラ星枠解放登場記念チャレンジ。枠解放の試練。これをね、ちょっとやっていきたいと思います。俺が使うリーダーはこれだな。何だったかな、ハロウィンだ。ハロウィンの時のマドゥゲットしてるから、これ使っていく。よし、やっていこう。挑戦する。頑張りましょうね。最近はね、ログインばっかりしてて何にもやってない。久々にパズルするから。うわ、ドキドキするドキドキする。指12秒だろ。まあ、なんとかなるだろう。はい。いや、いいんじゃないか？いいんじゃないか？強いな。あ、まあ、ロックに関しては全然大丈夫。L 字があるから。ただ、L 字って難しいよね。はい、L 字。ほい。ほい。ほい。これさ、大変じゃね？超硬くね？ちょっと待ってよ。黒よりまだか。あと一旦か。黒よりさえ復活してしまえば、復活というか、スキル使えるようになれば、多分そうそう死ぬことはないと思うんだよな。あ、待って、ここ消してない。はい。はい。これ思ってる時間かかりそうだな。よしよしよし、いいよいいよ、いい感じよ。あ、全然いけんじゃん。全然余裕だよ。で、このルシファーのスキル2の方が、覚醒無効全回復なんだよね。できればそれは取っときたいよね。どうしよっかな。どうしよっかな。あんまり火力出ないね。紫がないから。まあ、とりあえず L 字組んでおきましょうか。ほい。で、まあ、言っても俺もね、もう900ランカーなわけ。なんとかなるでしょ、きっと。もう全然、あ、勝てる勝てる勝てる。これは勝てるわ。どれ5個消そうかな。光だな。おいしょ。おいしょ。はい。なかなか上手でしょ。もうちょい。これは闇いっぱい消しましょうか。誰か列強化って持ってないのかな。持ってないのか。向こうだけだもん。あ、向こうじゃねえや。向こう貫通でいいのか。しかないな。よし。よし。ほい。ほい。あ、もうちょっと緑つなぎでやれたね。いや、今日これ勝ちでしょ。いや、時間かかったな。強かったな。いや、この点、この感じで11ステージもあるのか。全然問題ない。いや、こいエキドナでしたっけ。エキドナ、まあこれは一旦で抜きたいですね。よいしょ、よいしょ。ほい。いや、いいよ、いい感じよ、いい感じよ、いい感じよ。ウェイ、いいね。あー、来たね。早速覚醒向こう来たね。この邪魔ぷよが、邪魔ぷよって邪魔ぷよ消したいね。2ターンでしょ。2ターンだったら踏ん張れるんじゃないかな。確か5個を消せば軽減貼れるから、そんなに大きなダメージも食らわないでしょ。あれ、ちょっと待てよ。待って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 。とりあえず覚醒無効が解けないことにはどうしようもない。はい、ちょっとスキル使えなくなってんのは痛いね。けど、まあとりあえずこれでね、覚醒無効解除ね。でロックは鬱陶しいから消しましょう。
しっかりと消していっての、はい、スキル使えないの痛いね。黒よりループが使えないもんね。このまま進んでっていいかな。俺パズドラの動画って結構よく見るんだけど、あの耐久するとか言う人いるじゃん。みんな上手いじゃん。俺が耐久なんてしようもんだって多分瞬殺されるから、そういうのはできないわけじゃん。これでとりあえず一生懸命進めていこうぜ。よしよしよし、あれそんな難しくないのかな。もう6面まで来たぜ。はい、いい感じではあるよね。ああ倒せない。あと一旦でしょ、あと一旦経てば黒より使えるから。ほいほい、ほい、あ、待って待って、これ消したい。うん、まあまあいいや、これでいいね、これでいいね。よしよし、これで黒より使えるからちょっと安心してられるでしょう。え、5コンボ。いや、さっきから俺何やかんや6コンボぐらいできてるから大丈夫だろ。黒より使っての、いや、っていうかあれだな、なんだっけ、なんでもない。はい、よし、あーよかった、倒せた。いや今ね闇がなかったからちょっと心配だけど、根性大丈夫大丈夫大丈夫にしての、はい、で、はいはいはい、はい、いいんじゃないですか。しっかり7コンボも組んだからね。ウェイ、え、いけそうでない？あと2ステージでしょ。どうすればいいんだろうか。何をどうしたってあれなんだよな、闇絡んじゃうぜ。どうしよう。入ってやって、入ってやっての、はい、これで、おー、いいね、副属性ってやつですな。なんかうまくいったわ。7コンボ5個消さなきゃいけないという条件のもとの7コンボはちょっとしんどいですよ。溜まってないもんね。この同調開始とか、タイガーランページ、これがあれなんだよね、コンボ数加算なんだけど、それができんから、5個消せそうなもの、とりあえず下に緑1列作りましょうか。これ作って、あと丁寧にやっていけば7コンボぐらいいきませんか。はい、 OK。 あ、8コンボ必要か。いや、まあ仕方ない仕方ないね。落ち込みに期待しよう、しょうがない。はい、来い、あ、来ない。待てよ待てよ待てよ、そんな焦ることもないんじゃないか。もうちょっと例えばこのタイガーランページが溜まるから、
確かあれなんだよな、3コンボか2コンボ加算してくれるはずなんですよね。うまいんじゃない？オッケー、やっとダメージ通るわ。